キー吉川さん、はい、じゃあ簡単に皆さんでご挨拶、はい、すみません、先ほどから偉そうにそこに座ってたのが並木です。今日オリオン大戦という、テーマなんですけど、オリオン大戦についての話がきっと皆さん聞かれたくて来られてるんだと思うんですけど、何が出るか正直わからないんですが、今ね、宇宙っていうのがすごく動いてて、で、宇宙と僕たちって宇宙の話を聞いてもね、宇宙の話ってやっぱピンとこないんですよ。宇宙の話を聞きました、でもそれが自分にとって本当にこう一致しない宇宙のお話、そしてここのお話ってすごくやっぱりこう分離します。なんででも本当はね、宇宙って僕たちにとっては、まあ、故郷みたいなもので、これが本当の意味で身近にならないと僕たちこの地球って変えることができないんですね。なのでそういったちょっと意識からお話をしていきたいなというふうに思っていますので、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。磯正人さん、どちらの方で。こんばんは、磯正人です。並木さんかっこいいと思って今聞いたんですけども、私は先ほどまで南紀の熊野におりまして、昨日の夜明けとともにですね、大事な神事を執り行う、宇宙の来たれり時代に真の女性性が蘇るということはとても大事なことなんだと思います。今日はその辺のお話を私の方で。はい、ありがとうございます。それでは先ほど演奏いただきました秋山義太郎先生。いや、実はですね、さっき夜明けを吹いたところで、これ信じていただかなくていいですけど、そのテーマのオリオン大戦のなんか意味がストーンと降りてきたんですよ。で、その実は私たちの魂の記憶にオリオン大戦があるんですね。で、それでその時に正義を大義にですね、もう自分たちが勝つのが正義なんだ、はい、その一心で、まあ、とにかくやってたんですね。最後女性性のエネルギーが来まして、はあ、もうそのようなもう対立とか戦いということで正義を振りかざすということではなく、もうそれこそ大団円を迎える、そのもうそれもオリオン大戦の進出自体も一つのエンターテインメントだったんだ、はい、ということで、はい、もう今日その全部もうエンターテインメントにして、はい、もう喜びと調和と女性性のエネルギーにこう変換するっていう祈りのバランではないかなっていうのをすごく感じました。はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、あまりこう、なんていうんでしょうね、特定のマスターとか特定の存在というよりも、僕あんまり聞き慣れない、宇宙には最近ちょびっとだけお話をするんですけど、評議会というのが存在します。で、この宇宙をまあ、簡単に言うと、今日、オリオンって言ってましたけど、オリオンにもいわゆる高等評議会というものが存在し、シリウスにもシリウス評議会、プレアデスにもプレアデス評議会で、それぞれの惑星の高次の存在たちで構成されるような評議会というのがあるんですね。で、今回はもっと高い、まあ、パラレルと言った方が正しいのかもわからないんですが、その宇宙の中央議会と呼ばれる、評議会、というのも存在するんだそうです。で、僕はこの知識が全くないので、これはちょっと何を言ってるかがよくわかりません。ただその中央宇宙の大宇宙の中央議会と、呼ばれているその評議会、いろんなその、セクターといったらいいのか、セクションがあるらしいんですが、そういう存在たちがやってきてます。なので僕がこの存在を知らないので、なんて表現していいのか正直わかりません。で、彼らが言ってくるのは、ちょっと僕最初に今日お話ししましたけど、宇宙と僕たちとの間にものすごい隔たりがある。つまり宇宙のこういう話をすると、宇宙のこう夢物語とか SF チックなお話で捉えてしまって、で、実際に自分たちの現実の話というふうにはあんまり感じなかったりするんですよね。でもここの意識を変えていかないと、あなた方は真に目覚めることができないって言うんですね。つまり宇宙で起きていることが本当にあなた方の身近で起きている物事として、現実レベルのものとして捉えられる意識に開いていく必要がありますよっていうことをまず伝えてきてるんですね。で、最近あまり僕宇宙の話ってまず知らないのと、
とにかく今僕が現実レベルっていう、まあ一般的にこの目の前の現実に即してお話をするっていうことが主なんで、あまりね宇宙の話っていうのを正直したことがないんです。で、自分がその、お話をするときっていうのは、その自分が知っている知識というよりも、もっと意識的に捉えていない、もっと深い潜在意識レベルの、もっとさらにその、下の、超意識レベルっていうんでしょうかね。ここからのこうお話をするっていうのがほとんどなんですね。だから表面的な僕の意識であまり知らないことを話してたりします。なんだけれども、その彼らが、言ってくるのは、この地球っていうのは特殊な、惑星であって、で、この地球の覚醒というのが宇宙全体の覚醒に大きく影響するっていうことを言ってくるんですね。あなた方は宇宙で起きていることをあまりにも知らなすぎる。つまり忘れ去ってしまってるっていうふうに言うんですね。で、彼らが言ってくるのは、この宇宙っていうのは多次元で、まあ皆さんは平行宇宙とかパラレル宇宙とかっていうふうに聞いたことがあると思うんですが、まあそういう言葉を使ってるんじゃないんですけど、僕が知っている言葉に変換すると、そういった平行宇宙。鏡を、三面鏡みたいなのをこう自分がバンってこう見ると、いっぱいわーって向こう側にこう鏡が連なってて、そこに全部自分映ってますよね。あんな風に見えないんだけれども、隣に全然全く違う次元っていうのがいくつもいくつも重なって、存在している。まあそういうのをパラレルワールドっていう風に言うんだって、ちょっと思ってみてください。で、そのパラレルワールドで起きていることっていうのは、多次元的に僕たちは全て関わり合って存在してるんで、こちらで起こる、つまりあるパラレルで起こることは、今のパラレルにも影響するんです。ここも言い方を変えるとパラレルなんですよ。そこから見たらここはパラレル。で、僕から、たちから見たら、他の次元っていうのがパラレルになるわけですね。だけど、この次元で起きていることは必ずここに、影響するわけです。ここで起きていることは、他の次元にも漏れなく影響するわけです。で、その時に、まあ、この、宇宙における、まあ、第三次と言ったらいいんでしょうか。そういうものが起きた、パラレルというのが存在するんだそうです。で、その、まあ、第三次っていうのはウイルスに関わるものらしいんですね。で、そのウイルスが僕たちに影響すると、まあ、狂気に陥ったり、またあるいはその生命を、奪われるっていう結果になる、そういったウイルスの大増殖というのがある時に起こったっていうふうに、言うんですね。で、その大増殖が起こった時に、僕たちにはなすすべが、まあその宇宙の存在たちにとってはなすすべがなかったんですって。で、結局、そのさっき言った評議会の存在たちというのが、本当にこう集まって、そしてじゃあこの事態をどう打開していくかっていうふうになった時に、結局分離していたすべての宇宙、それを一つに統合していかなければいけない。っていう結論に至ったんだそうですね。でも結局そういったその議会の決定における、発表ですよね。これから、この宇宙が一つに統合されていかなければいけないというこの、これを受けてもうほぼ全ての宇宙というのが一つにもうあっという間に統合していくってことがあったんだそうです。で、その宇宙が統合されていく中でたった一つだけ統合できなかったのが我々の住んでいる天の川銀河であるっていうふうに言うんですね。で、もう僕たちは天の川銀河に住んでますよね。よくミルキーウェイってこう見えるでしょ。すごい綺麗な星が、空気が澄んだところに行くと見えますよね。でも天の川銀河に住んでるのであれが見えるんですけど、この次元ではない天の川の、次元で実はそれは起きていて、簡単に言うともうとてもネガティブなエネルギーに取り巻かれてしまって、そこはもう暗黒物質が取り巻いてるっていう風に言うんですね。でもこの暗黒物質が取り巻いていると、簡単に言えば僕たちが知っているところで言うとブラックホールですよね。ブラックホール化しつつあるので、そうするとこのブラックホールって全てをこう吸い込んでいくって聞いたことがあるでしょ。だけど質量、すごい質量を持っていて、全て周りのね、星でも惑星でも全部をこう吸い込んでいくって、でもそれが起きてしまっている次元っていうのが存在していて、ちょっとねつい最近なんですけど、同じ天の川銀河に似たこう渦を巻く惑星っていうのがこう NASA でこう発見されたっていうものかな、表現していいのかわからないけど、表現あってね、実際にあって、それがもうものすごいブラックホール化していて、周りのそういったこう惑星なりなんだけど全部吸い込んでるっていう写真が撮られたわけで、 NASA の。でもこれを見た時に、あ、これってすごくその言ってることに近いなって思ったわけです。しかも我々の天の川銀河に似たこの渦を巻くね、銀河だっていうことなんですけどね。だけど結局そういうことが起きていて、で、これをじゃあそのまんまにしておくと、宇宙全体の進化、宇宙全体の、まあ、レベルアップですよね。
これにものすごい支障が出る。で、じゃあこれをそのさっき言った、大宇宙の、中央議会って呼ぶんでしょうか、よくわからないんですけど、その中央議会、まあ、一番そのセントラルの議会ですね。で、議会が、話し合った結果割り出したのが、この天の川銀河という、今僕たちが住んでいるこのパラレル。この次元をシフトさせていく、この地球をシフトさせていくことができれば、すべて、統合することができ、で、一気に多次元の宇宙がレベルアップできるっていうことを割り出したんだそうなんですね。なので、この地球に白羽の矢が立ってるんだそうです。だから結局この僕たちはこの地球において宇宙全体の進化、僕たちだけの進化ではない、宇宙の進化においてもものすごい大きな責任っていうのを持っているんだそうです。で、逆にこのタイミングでその進化というものが起きなければ宇宙はシフトアップできないばかりか、次のシフトアップまでにサイクルがありますので何万年も待たなければいけないんだそうです。だから宇宙中がこの地球に注目し、この地球が覚醒していけるように、まあ目覚めでも覚醒でもアセンションでも言葉は何でもいいんですけど、そのために、宇宙中のバックアップしようとしてるんですね。でもさっき磯さんもおっしゃってたように、このバックアップしていく、ためのその期間というのはもうそれほどに残されていません。そうすると本当におっしゃってたようにゲートが閉まってしまうんで、結局その先に行きますよというエントリーをしなきゃいけないんですよね。で、僕がこういったその目覚めとかっていうことに取り組んでくる中で、あ、面白いなってさっき思ったのは、僕があるこう覚醒っていうのは段階があるんですよ。目を覚ましていく、こう、なんて言うんでしょうね。まあ、段階でいいかな。段階があるんで、何段階もあるんですけど、その中で、その、本当にあなたは目を覚ましていきたいですかって、個人の存在たちに言われたことがあったんですね。で、あなたは目を覚ましていきたい。もし、本当に全てを失っても、目を覚ましていきたいですかって言われたんです。つまり、彼らが言っていたのは、僕が持っている仕事もそう。でも、仕事もそうです。ね。または家族もそうです。友人もそうです。とにかく全てを手放しても、あなたは目を覚ましていきたいですかって言われた時に、やっぱり正直嫌だと思ったんですよね。やっぱり怖かったし、もう自然に涙が出てくるんですよ。もうどんどん出てきて、手放したくない。だって仕事もうまくいっていたし、家族にも恵まれている、友人にも恵まれている、あらゆることに恵まれているって僕は、まあ今でもですけどね、感じてるんで、それを全部手放すっていうのはやっぱり嫌だと思ったんです。でも、ひとしきりちょっとこう、わーって泣いた後に、ある瞬間にふっと、あ、全部手放してもいいやと思ったんです。全部手放しても先に行こうって思ったんですね。で、それは、この地球に僕がやってくるときに、何の目的でこの地球にやってきているのか、そこに触れた体験だったんですよね。で、もうこの地球は本当に、改革していかなければいけない、転換を起こしていかなければいけない、目覚めていかなければいけない、本当に本当に大きなタイミングっていうのを、迎えてるんです。で、これのために自分が何世紀も輪廻転生を重ねて、準備をしてきたんだっていうことを思い出したんですね。そしたら、このために準備をしてきたのに、このタイミングを逃してなるものかって思ったわけです。そういうのがこう自分の中に出てきたんですよね。その時に、あ、いいって全部手放そうと思ったんです。もし仕事がなくなるんだったらそれもいい。もし家族がなくなるんだったらそれでもいい。友人がなくなるんだったらそれでもいいって、こっちの意識じゃなくてこっちなんです。深いところで。で、そうなった時に、腹が座るんですよね。肝が座るというか。そうすると、何が起きてももう、びくともしなくなります。それによって、例えばじゃあ、家族がとか、仕事がっていうことで、揺れることもなくなりますよね。もう覚悟が決まってるので。でも、この覚悟の決め方っていうのが、今、求められてるんです。宇宙から。で、磯さんおっしゃってたように、そのゲートをくぐる時だけなんですよ。で、僕がその先を見て、分かったのは、あ、全てを手放しても何も失うものはないってことが分かったんです。逆に全てを手放したら全てが得られるってことが分かったんです。つまり僕たちの中に全てがあるってよく言うでしょ？だけどこれは本当のことです。でもね、じゃあ、例えばじゃあ天使の存在とかマスターの存在とかその他の工事の存在、彼らも僕たちの中にあるものです。でも僕たちはこれね、全てが自分の中にあるんだけど、今現在の認識力の中にはないんです。簡単に言うと、今僕たちの認識力っていうのはこれぐらいだとします。これぐらいっていうのはこれぐらい広がってると思って。で、この広がってる外側に、じゃあマスターの存在があるとします。これ、僕たちの中にはないんですよ。僕たちは自分の中にある周波数を変えて波動を上げていくことで認識力が高まっていくんですけど、この認識力がわーって広がってくると、この次元が目に入ってくるんです。そうすると、この次元は自分の中に内包されることになります。
でもまだ目覚めていない覚醒していない意識ではこの認識力がないために捉えることができません。この中でいくら自分の中にあるんだって言ってもこれはただの言い聞かせにしか過ぎないです。だからまずは自分に集中し、そして自分の中にあるものを徹底的に手放していく。僕はそれを地球の周波数って呼んでますけど、これを手放していくことによって僕たちはどんどん、それこそさっきの言葉を借りれば赤を落としていって本来の光へと戻っていくことになります。しかもこの地球というのはコントラストがあるでしょ。正しいとか間違ってるとか、いいとか悪いとかね、あるじゃない、そういう二元性とか二極性って言ったりするけど、このコントラストにおいて光と影っていうのがありますよね。でもね、この影というこのコントラストの光になるんではないんですよ。僕たちはこの影も光も全部一緒くたにコントラストの部分統合して本来の光に戻っていくんですね。で、ここに至っていくっていうのが今宇宙から求められていて、そしてここに至っていかなければこの地球はおろか宇宙も完全にシフトアップに失敗することになるんです。まあ、失敗成功っていう言葉を使ったらね、だから宇宙は急いでるんです。本当に急いでねってもうまずいよこのままだとっていうふうに言ってきてるんです。だってこの日本だって例えばあの 3.11 ってあったけど、あの時だってものすごい、その今のパラレルっていう言葉で表すとものすごいもうガクーンって下がって落ちていくようなパラレルの分岐点を迎えていた時でもありました。でね、何が言いたいかっていうと、僕たちはその分岐点を地球がシフトアップできる可能性の方に変えたんですよ。実はみんなの意識で、あの 3.11 が起きた時っていうのは僕もそれに加わってるんですけど、そのライトワーカーと呼ばれている存在たちがあのタイムラインを本当に大きく変えるってことをやったんです。もしあのタイムラインでこの2つに分岐する中で今のタイムラインを選んでなかったら、もしかしたら日本の半分が沈んでたかもしれません。でもそれぐらいに大きな分岐点というのは、実は 3.11 の時に我々は迎えてたっていうふうにその理解が言うんですね。なので本当にこれはまずいよっていうことで大きく変えていくために、まあ僕も含めて他の存在たちもこのシフトアップタイムラインを変えていくっていうことをこうやったんですね。でもこれ皆さんだって知らなくても無意識レベルで、皆さんも多次元の存在だからね、無意識レベルでそれをやってたかもしれないです。でもとにかく多くの意識たちが覚醒していこうをそれで選んだってことなんですよ。だからもうちょっとなんですよね、言い方を変えると。なのでそういう部分であなたが本当にこれから先も時間がない、ゲートが閉まるのでそれほど時間が残されてない中で、本当にあなたはこのゲートをくぐっていく必要がありますか、あらゆる執着を手放してそしてその先に行く覚悟ができてますかっていうことを問われてるっていうことを今その議会の存在たちが言ってきてるんですね。なのでちょっとね、こんなことも絡めながら今日のそのテーマ、オリオン大戦でしたっけ、オリオン大戦、僕もそのオリオン大戦にも関わってたので、まあ、逆に言うと僕はオリオン大戦から逃れた方ですから、あまりこう戦ってた方ではないんです。オリオン大戦はもう本当に戦ってる存在はずっと戦ってましたから、実は宇宙の戦争っていうのはまだ起きてるんですよ。なんだけどこのね、宇宙での戦いってちょっと特殊でね、もうね、戦うっていうこと、もう戦うっていうことに 100% 入り込むんですよ、みんな。だからもう言い方が方で純粋なのね。何かを奪うために戦ってるというよりも戦うために戦ってるんです。だからね、もうこれってもうやり尽くすまでやらないと本当の意味で厳しさを返せないんですよ。だから中途半端にやめようよ、仲良くしようよ、平和になろうよって訴えたところでダメなんですね。だから言い方を変えると彼らもうとことんまでやってます。だけどそういう存在もいれば、もう戦いっていうのはちょっと無理、戦いは嫌だって言ってそこから逃れる存在たちもいたのね。でそこから逃れていって、例えば皆さんが知っているシリウスであったりとかね、そういった、存在たちが出来上がってたりするわけで、シリウスの存在たちにそこから分かれていったりとか例えばしてるのね。でもそんな風にいろんな形で実は宇宙で起きていることっていうのは僕たちにすごく大きな影響を与えていてね。でこういう話を分かんない、そんなことは本当じゃないかもしれないって思って聞いていても、皆さんの深いところに必ずこれって影響するんですね。こういう話を聞いていると皆さんの潜在意識を通り越してその深い知ってるところに働きかけてます。そうするとだんだんそれを夢の中で思い出してきたり、またはある瞬間道を歩いている時に、あ、そうだ、こんなことをしてる場合じゃないって言ってその先に行く覚悟が急に決まったりとかね、いろんな形で影響してくるんで、ちょっとそんなこともね、今日知りながら、お話についていただ、来ていただけたらなというふうに思っています。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは3、もう開き直るしかないと言いますかね、
もうやり直せるならそういうのなしで、存在も初めからなかったことにしてもよかったかなと思うぐらいのことを、まあ、やってきたなみたいな、でもうなんか止められなかったなみたいなね、感じのところでして、でもそれが、まあ、ある意味もう開き直ってこれが自分のキャラだし、まあ、役目だったのかなと思うと、まあ、どんな経験でもその体験というものがみんなのデータベースに蓄積されるということですから、私たちの集合データベースは、まあ、データが蓄積されていくということで進化しかないという、まあ、見方があるわけですね。でそういう中で、まあ、どこを担当するかというのは、まあ、自分で名乗り出て、担当する。でも一方私が経験してきた中で実は自殺っていうのをいっぱいやってるんですね。で自分の存在を消したいと思うとまだ意識しかない時は消せないんですけども、肉体持った瞬間やったと思ってですね、何をやるかというと自殺をしてみるんですけどね、まあ、それでも意識は消せないということに気づくというか、でまあ散々私も自殺をやったということで、ある意味自殺に対する嫌悪感というのがないもんですから、まあ、健康相談などでですね、まあ、家族が自殺をしたという相談結構あったんですけども、すごく周りの方が罪悪感を抱えるわけですね、何かできなかったかという。でもその自殺がいけないことだということを私が言ってしまうとですね、その罪悪感を増大してしまうことになりますよね。いけないことを止められなかったか、もしくは後押ししてしまったかと。でも私はまあ自分の魂の経験の中で腑に落ちて、それも一つの経験だよと、私も散々やったしっていうのがあるから、まあ自殺することも一つの自由意志に基づく選択でというふうに、まあ何も自然に思えてしまうというかね、だからもう裁かなくて済んだんですね、まあ、それも一つの選択ですから、まあ、好きでやってることですから、ご家族の皆さんも関係ありませんよみたいなね、困っちゃったと思ってればですね、今、はい、オリオン大戦の記憶というのはなくなっちゃったなっていうふうには思っててですね、あれなんかこうオリオン大戦の、まあ、激しい戦いが あったのかみたいなものは、少し前の私だとその話題の周波数に対応していくようなものがなんか入ってきたんですけど、今ちょっとこうあれオリオン大戦俺の記憶にないしみたいなところに入っちゃってですね、多分なんか ここ数ヶ月間の自分の行いが過去のパラレルを変えちゃったに違いないと、まあ今という時期から見て、その未来のどこのパラレルに行こうかっていうようなことはよく想像しますし、できるだけそのベストなパラレルに行きたいっていうふうに思うんですけども、うん、その、まあ、予兆というか兆候として、過去のパラレルが変わって、まあ、その小さなパラレルの変化の中ではすごく過去嫌なやつだと思ってた人のことが今はそれほど感じないとか、うん、むしろあの人がいたから今の自分があるっていうふうに感謝できたりとかすることはあると思うんですけど、その記憶そのものがなくなっちゃう。ありますよね。あるんですかね。ありますあります。タイムラインを変えた時にそういうことも起こります。だから例えばもう昨日のことを覚えてないとかね、これも言い方を変えるとその人はタイムラインを変えてたりします。無意識レベルでもね、そうするともうないんで思い出せないんですよね。そういうことがあります、うん、それは例えばその意識的に、はい、例えば以前よりも自分の意識が調和的になったり、またその逆で、不調和を拾うようになったりとかしますけども、結果として、そういうような、まあ、大きな変容が、過去の記憶すらもう、まあ、これは麻痺という意味じゃなくて、本当に変えてしまうということ、変えてしまうということです。つまり
こういうラインじゃなくてね、こう行くんですよね。そうすると、こう上がっていく。じゃあ、例えば、僕が、いつもお伝えをしている統合ってありますね。で、統合されますよね。で、自分の波動が上がりますよね。これね、こう行くんじゃないんですよ。こう行くんじゃなくて、こう行っちゃうので、そうすると、このタイムラインの現在、過去、未来になっちゃうんですね。そうすると、この未来を、下の未来を思い出そうと思っても、下の方にぐわっと降りていかないと、取り戻せなくなるんですよね。そういうことが起きます。だから皆さんも、朝起きるじゃない？で、起きて、あ、なんか今日は清々しい気分だなって、例えば感じたら、もうこれでね、昨日とは全然違うタイムラインを、実は、構築しようと仕掛けてる時なんですね。でも、これみんなやるのは、でもさ、昨日言われたこと超ムカつくんだけどって思い出したりするでしょ。これをやるとせっかくタイムラインを変え始めたのにまたガクンって下がるんです。だからいつもと変わらない。みんなやるじゃない、昨日の続きを絶対やってると思うのね。また今日も昨日と同じ繰り返しだとか、あ、今日なんか全然違う感じって言ったら、もうそのまんまでいけばその人タイムライン変えられるんですよね。そうすると今まで職場でもみんながその人をいじめてたとします。でも、このタイムラインを変えた状態で職場に行くと、みんなが急に優しいんですね。で、あんなにいじめられたっていう記憶さえももうなくなってしまうような、こういう変化っていうのを起こしていくことができます。だからそういうことが起きてるんだと思うんですよね。で、ところがそこでやっぱり足を引っ張ってるのはですね、今までの時間軸が連続でなきゃいけないとか、で、その場所的な制約も飛び越えられないとかですね、そういう癖がついてるので、それによって妨げがあって、私たちが例えばパラレルワールドのことを言って、どれでも選べるんだよと言っても、え、違うでしょみたいな、そのリアクションがあるんですよ。うん、で、その最近受けたのでもですね、あるチャレラーの方から、その、まあ、リアクションみたいな、その、があったときに、そこが大事で、そこでさらにハートに問い合わせて、外から来た疑いの情報やそういうものに対して、こうそれをそれにとらわれるのではなく、お試しのものとしてそこで、内側のハートに聞いてくれっていうことなんですね。で、その内側の響きを感じた時、どちらが楽しいのか幸せなのかということでやっていくと本当に変わるんですね。まあ、さっきもね、こうオリオン対戦っていう、例えば設定されるとこっちもその時にオリオン対戦に意識を向けるわけですよ。でそうするとその戦い合ってたね、そうやっぱりその世界にフォーカスをするとそれが見えるだけで、でもそれが事実ということではなくて、言われたからそれを見ただけ で、はい、でイエスは処刑された時どうだったんですかと、例えば質問を受けると私はイメージを見るわけですよ。でもそれが本当かどうかっていうのは確かめようがなくてですね、で、こうそういうの質問がなければ何もなんかあまり考えてない。まあ、なんか聞きたいことがある、こんなことを今日聞こうと思ったらなんかありますか？上がったな。上げたんですよ。はい、そうですね。だからね、結局一生懸命やろうとするともうダメなんですよ。さっきあのね、吉野さんが言ったように変えようっていう時っていうのはもうまさにそれが起こるんですね。だからね、単純にテレビをじゃあ、8チャンネルから6チャンネル変えようと思ったら一生懸命やろうってやらないですよね。ただピッと押すだけじゃない。それみたいにその自分が望んでいるその、まあ、パラレルだったらパラレルに周波数をただ合わせるって意識でいいんです。チャンネルを合わせるのと一緒、はい、もうそうすればそれ展開しますから。わかりました。これが自由自在ってことです。僕らは、はい、でも本当に手放すだけですよね。手放すって本当は先があってね、手放すと受け入れることができるんです。で、本当は僕、手放すっていう表現なくて、受け入れてっていう言葉を使いたいんです。でも、受け入れるためには手放さないと受け入れられないよね。受け入れて受け入れてって、これも私が受け入れなきゃいけないんですか、これも私がってなっちゃうわけ。だけど、その執着みたいなものを全部手放していったときには、自然に受け入れることができるんです。で、受け入れるから全てを得ることができるんです。なので、まずは手放すことで楽しんでください。手放したら、もう重しを外していくことでしょう。どんどん軽くなって、もう本当に軽やかに僕たちは存在することができます。で、どこにいても、誰の前にいても自分らしくいて、軽やかにいて、もうこんなに天国の心地ってないですよ。だから、緊張もないでしょ？人からどう思われるっていうのもないでしょ？どう評価されてどうしようっていうのもないでしょ？別にいいんだもん、人は勝手に評価するから。だけど、その時に自分が一時打って引っかかるのは、その人が評価したからではなく、自分の中にそれではいけないっていうこだわりを持っていたり、こうでなければいけないっていうのを持ってるからなんですよ。そしたら、それを手放したら、その人が自分を評価した時に、それ丸ごと受け入れられます。ありがとうって受け入れられるんです。だから、手放すことを怖がらないで、楽しみながら手放してください。すっごい軽くなります。
まずその目を覚ましていくっていうふうにシンプルに言った時には、まず目を覚ましていくっていう概念をまず自分の中で受け入れていくっていうステップがありますね。目を覚ましていくだと私目覚めてるし足起きてるけどっていう段階だと、もう目を覚ましていくっていう意識すらも自分の中に受け入れない状態なんで、まずこれを超えていく必要がありますね。これが第一のステップです。でも、あ、そっか、人間は意識っていうものがあって、これは実は自分が目覚めてると思い込んでるだけで、それこそさっきの吉野さんの話を聞けば、催眠ね、本当に催眠を解いていくみたいなものですから、壮大な魔法をかけて僕たちは自分がまるで何も知らないかのように意識を眠らせてきたんですね。だからその意識になった時に、まず第一段階、じゃあ僕が教えてる統合霊にとれば、じゃあその手放していくっていうことを続けていくことになります。でも手放して続けていくと、ある段階までは、あ、こんなに軽くなっていくんだ、あ、こんなに軽やかな意識ってあるんだ、もういろんなものが気にならなくなってきたし、いろんなものがなんかスムーズにうまくいくようになってきたわって感じられるような段階に行くんだけど、ある段階に行くと、つまり次のステップに行こうとすると突然止まるんですね。もうまずその軽やかさ、あんなに軽やかだったのに急に重たくなってきて、重たい重たい重たい、これをあの方法で手放せばいいんだわって思っても手放せないみたいなところが出てきたりするわけです。つまりもう蓋になってるような重しを全部外し始めると、下に潜んでるものが全部ブワーって浮き上がってきちゃうんで、もうね、取り巻かれてっちゃうの、その周波数に。なんでこの段階を超えていくっていうのが、まず大事な次のステップに行く上で大事なポイントになるね。もちろんこれを超えていくコツっていうのもあるんだけど、コツはワークショップに来てねとか言ってね、それで来るでしょ。で、そのコツを超えていくじゃない。そしたら超えていくとまたさらに広がっていくんだけど、またある段階で止まるんですよ。なんかこれ以上いけない、あんなにいろんなものが見えて分かってきた、こんなに意識って広いんだって見えてきたはずなのに、その先が見えなくなる時っていうのがあるんです。で、この時が本当に全てを手を離していく時なんです。で、これを離していかないと、わずかでもちょっと立っちゃったね、はい、いいですよ。わずかでもこう握ってたりすると、もうこの先が見えないのね。で、この時にだから僕は言われたんです。あなたはここまで上がってきたけど、本当に目を覚ましたいですかって。ほら、僕の中でもいろんなことが良くなってきちゃったから、もうね、いいじゃないこれでってちょっと思ったわけですよ。もうこんなに現実が素晴らしく良くなっていって、もう意識は広がっていくし、軽やかになっていくし、これだったらいいじゃないって思ったんだけど、まだ先があるって言われたわけね。でも、まだ先を見たいんだけど、でも、これを話していくんでしょうっていうのが葛藤だったわけ。だからこれは、みんなに大なり小なり起きることなんですね。でもね、この時はこうやってください。例えばね、自分が何かにこうすごく引っかかってる、つまり執着してるなと思ったら、こうイメージ視覚化してね、こうスクリーン、これです、このスクリーンに今自分が握ってしまっている家族だったり状況だったり映してみるんです。で、こうバーがあってね、でバーをこうやって握ってるの。本当はもうそのままグーッと上がっていこうとしてる意識なのに、ここでこう突っかいてるわけです。こう握ってるから。だからこれをイメージでパンと離して、したらエレベーターでずーっと上に上がっていくみたいに、そのまま上がっていけばいいです。で、そのスクリーンがずーっと下の方に、下の方にずーっとずっと下がっていくの。で、こうやってパッと何にもない空間に立つと、これだけでも周波数、意識が変わるから、波動が変わり始めるので、そうすると手放しやすくなります。これを掴んでる時に手放そうと思っても手放せないんで、一回こんな風にイメージで下の方に自分が上がってって、下の方にそれを見て、それで手放してみるといいです。それで簡単に手放せちゃって、あ、何のことはない。そして手放しても全てを失うなんてことはないんだってことが分かるようになります。はい。答えになってます？僕の言葉で言えば、もしそこを通り越していくっていうのにあたって、現実レベルに表した言い方をすると、現実によって僕たちは一喜一憂しますね。例えば、いいことが起きると喜び、悪いことが起きると気持ちが沈みっていうのを、これ一喜一憂っていうでしょ。もうこれが完全になくなった状態です。つまり、現実によって自分の意識を揺らしているうちは、このゲートは越えられないんです。つまり、それだと家族によってとか友人によってが始まります。なので、ここを完全に手放していくっていうのは、ゲートを越えていく、とってもとっても大事な大前提条件になります。ありがとうございます。はい。そして、何か、一般的にはネガティブって思うようなことが起こったときに、ワクワクできるかです。このときあなたは確実にゲートを先進んでいくことができます。まあ、苦しみからどれぐらい、その、なんでしょう。出来事からどれぐらい、その、どんな感情を選べているかみたいな。そうです。結局僕たちは、感情を自分で選ぶことができるのね。現実によってっていうのが今まであったでしょ。現実によってこんな感情を感じる。そうじゃなくて、自分で選ぶことができるんです。
で、これは覚醒していく上でとっても大事なポイントなんですよ。自分が自分の感情を選ぶんです。あのね、まず一生懸命手放すっておっしゃいましたよね。この手放すのって、ね、一生懸命さ全くいらないのね。あのね、こういうふうに考えて、例えば僕たちの意識っていうのはもう広がって存在してるんです、実はもうね。で、手放すってことは握っていたものを手放して、ただこっちに広がっていくだけなのね。ずっとぐっと自分を重しで抑え込んでいて、で、これを簡単に手放すでしょ。まあ、例えばね、簡単に手放すでしょ。そうすると、このまま広がっていくだけなんです。本当の自分にただ広がって、それこそ、秋山先生、自分を思い出すだけって言ったけど、これが思い出していくことになるんですよ。だから、一生懸命やってるときは逆に手放せてないと思ってください。もう、手放すのね、本当にこの握ってる手をこうやるだけなの。本当にこれだけなんです。だから、この簡単さで軽やかさで手放していくと、うわーって広がり始めるから、ここから愛にもつながっていきます。なぜなら僕たち愛そのものの存在だから、本当はね、愛になろうとか愛そうなんてしなくていいんです。あ、愛ってこういうことなんだっていうのが自分の内側から分かってきます。愛って学ぶものじゃないでしょ。ね。だから、自分が広がっていきさえすれば、本当のつながりや本当の意識を思い出し、自分の中に、あ、自分って愛でできてんじゃんって。僕ね、いつかね、この体の細胞が全部愛でできてると思ったことがあって、でも、本当にそういう存在なんですよ、僕たちは。だからもう、愛、ほら、愛を深めようとか言うでしょ？愛情深くあろうとか、そんな必要ないです。もともとあなたは愛なので、ただ、手放していって、広がっていきさえすれば、これでことになります。でね、こうやっていくと、自然に自分を愛おしいと思えるようになるんですよ。で、周りも愛おしいと思える。まずね、自分が愛おしいと思えないと、周りは絶対に愛おしいと思わないんです。ね、だって、例えば女性だったらね、あのおじさんも私だって思わなきゃいけないのとかよくあったんですよ、ね、あのおじさんさえも私って思わなきゃいけないんですかって実際質問あったわけ。でもそうじゃなくて、あなたがまずそのいろんな自分の中のこだわりだったり、ね、ジャッジだったりっていうのを手放していくじゃない。広がっていくと全部包み込めるようになるんです。だからこれは包み込もうとするんじゃなくて包み込んじゃうので、あ、これ私って自然に思えるようになるね。これぐらい自然なことです。目を覚ましていくってことは、これ私。そうです。なんかこう、あれなんかこう煮詰まっちゃったら逆に何も考えなくしちゃった方がいいってことですね。そうです。もし煮詰まったら、煮詰まり、ほら言ってください。なんだっけ、煮詰まりなんだっけ、ほら、もうとことんまでやるの、なんていうの、煮詰まり尽くす。あ、そう、煮詰まり尽くしてください。その通り、煮詰まり尽くしちゃっていい。で、怒りが湧いてきて手放せないんだったら、もう怒り狂えばいいです。でもそのうちに嵐は去るんです。で、その去った時に、あ、手放そうって言って手放してごらん。そうするとスコーンって抜けていくような。手放すことを無理して手放す、うん、そのタイミングを自分でじゃあこう内省して待てばいい。そうです。で、これはどこから来てるのかしらか絶対探っちゃダメ。もう深く眠っていくからね。そうでね、これいい？20年前だったらいいんです、ね、内観してね、これがどこからやってきてるか探ってみましょう。もうさ、ゲートが閉じちゃうのね。もう、うん、どうしましょうどうしましょうって言ってるうちにもう閉じちゃうから、もうそんなことしてる時間はありません。だから内省なんてしなくていい。もしわーってもうどうにもこうにも手放せなかったら、もうそれそのものになってるわけです。もううつうつとしたら、もう映画見てうつうつとする映画ってあるじゃない。これ見てるともう気持ちがどんよりです。もう見てもとことんまでうつうつするんです。そう、必ず抜けていけるんで、さっきと同じとことん戦い続けると厳しさを返せられるから。だからね、戦わないで、もうそのまんまそれそのものになってください。それ絶対に抜けるから。そしたら、あなたはその時に簡単に手放せます。だから一生懸命やらなくていいですか。はい。あとは、その、執着を手放すっていうのはね、欲をなくすってことじゃなくて、掴んでる手をただ離すだけだから、それがそうなってもし、そうならなくてもいいって状態なんです、簡単に言うと。私、結婚したいって思っていいんですよ。でも、結婚できてもいいし、できなくてもいいんです。ね、ダイエットに成功したい。ダイエットに成功したいと思うのはいけないじゃない。ダイエットできてもいいし、できなくてもいいんです。だから、その掴んでる手をただ離すだけ。これが執着を手放すってことです。ダイエットしたいっていう気持ちを手放さなきゃいけないんですね、ではないんですよっていうこと。それでは最後に、2分で、ナミさん、総括を。はい。さっきのね、議会の存在たちが言ってきてるのは、本当にあなた方がね、この地球に生まれてくる前に、自分で課した約束というのを果たしてほしいっていうふうに言ってくるんですね。あなた方はこの地球を取り巻き、この地球に生まれてくるときに必ずこのタイミングに目を覚ましていくということを決めて生まれてきた意識であるっていうふうに、そしたらあなたが目を覚まし、そしてこの地球のために何ができるのか、地球への一番の最善の奉仕というのはこの地球に楽園を作ることである。それぞれの、
自分のバージョンの天国を作り出していくことである、ってそれを共同で作り出していくことだっていうふうに伝えてくるんですね。なのでこの約束を思い出そう、夢の中で思い出させてほしいって頼んでごらんって彼らは言ってます。さっき言ったみたいに夢は向こうの世界とこちらの世界を隔てるベルがとても薄いので、その時にいろんな情報が入ってくることになるって言ってますのでね、ぜひそれを皆さんにやっていただけたらなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。ぴったり2分でした。本当に本日はありがとうございました。今日はもう年末最後になるので、できたら集合写真撮りたいと思って、移動してると大変なんで講師の方から今後ろに行ってください。はい、前から撮ります。顔を映りたくない人はもう隠してくださいね。はい、映りたくない人は隠してください。で、時間ない方は最適に撮っても大丈夫ですからね。はい、シャッター何にしても Bye.